やっぱりピアノを弾いていると落ち着くわね。頭の中もクリアになったみたい。みんなとの集合時間までまだ時間があるから、もう少し弾いていたいな。あなたもよかったら付き合ってくれる？ありがとう。衣装が出来上がって PV の撮影ってタイミングだけど、自分の中でもっとこの曲のイメージを膨らませておきたくて。メロディーもそうなんだけど、それを彩る他の音も私たちが表現したい世界を広げていけたらいいなって思ってるの。この曲の元になっているよしこちゃんが話してくれた夢の話がとってもリアルだったから、同じようにみんなにも伝えられたらいいな。あなたも聞いた？あの夢のお話、本当にリアルで、聞いているだけで自分もその世界に迷い込んだみたいな気持ちになるのよね。花丸ちゃんがリクエストして何度も聞いていたからなのかしら。よしこちゃんの想像力って本当にすごいなって思うな。 PV の新曲はよしこちゃんの世界観から女神をイメージしてみたの。私たちの考えた世界の女神、世界を照らせる光になりたいって。あなたも感じてくれた？みんなにもそうやって私たちの世界が伝わったら嬉しい。音楽の力ってすごいのよね。曲が違うだけで全然違う世界へ行ったような気持ちになるの。あなたも連れて行ってあげたいな。